薬師沼薬師沼は埼玉県春日部市の南部に所在する沼である。薬師沼は薬師地とも称され、古くには護岸のされていない自然沼の状態であったが、今日では薬師沼浸水公園の一部として整備されている。かつての薬師沼はほぼ南北に卵型の沼であったが、今日の薬師沼は周囲が公園として整備された際に水域がいく分埋め立てられている。 水面の周囲は浸水公園や釣り場となっているので近づくことが可能である。また現地所在の案内板には、児童が釣りを行う場合、保護者同伴で行うこと、ギャングや投げ網の使用は行わず、釣り大会は許可を受けて行い、沼で釣った魚は持ち帰らないこと、悪ふざけや他人への迷惑行為は行わず、植栽帯は立ち入り禁止とする。ゴミや空き缶などは、 持ち帰ること。自転車やオートバイの乗り入れは禁止する。との折りが記されている。このほか沼には、水田が植栽されている。所在地周辺は北方及び西方は水田などの、農地、東方は国道4号越谷かすカ,カベバイパス、南方は工場となっている。なお、沼の大半は赤沼に所在しているが、北西部は調子口となっている。 明治期の記録である、武蔵国軍村市には、東西34馬、南北51軒2尺、周囲220軒5尺余りとあり、赤沼村の西方に位置すると記されている。薬師沼の南西部に手水路が接続しており、大内古戸根川と接続している。また沼の北東部にて別の水路が接続している。ありがとうございます。